Good morning, folks. This is the Geek of the Night, Yokohama City, Japan. Welcome to Daily Conversations again to you. Today I'll show you this one. 2 kilograms. 70 centimeters. Okay? I bought this several days ago on Amazon. Okay? Senkichi. Akis. 700 millimeters. I bought this $25 around. Original price was $27 around. I had already opened it, and I'll show you what. Okay. Sorry. 準備してからやれよってからできねえな。This one. Okay. This one.This product has one problem. What is that? Can you see this? Can you see this? Can you see this?難しいな。どうやってやるんだろう。歯が曲がってんだよ。歯が曲がってんの。ここね。よくわかんねえな。うまくできねえな。そうだそうだっつってんな。え？これね。うまく説明できねえな。こうやってやればいいか。こうか。こうやってやればいいか。だったんだよ。こうか。Okay. This side might be straight, but the other side, see this. Can you see this? A little bit bent. Little bit bent.わかんねえかな。実物見るとね、あの歯がね、こっちからだ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 。わかる？ベン。こっ。わかんねえかな。わかんない。わかんねえかな。わかりにくいか。わかりにくい程度にね、あの曲がってんだ、これ。わかんねえかな、こう、これよ。わかんない。わかんないかね。こういうふうに曲がってるわけよ。まあ、2500円だからね。まあ、日本人が作ってるわけないよね。これを、これだけのものをさ、2780円だっけ？で、売るわけだから。ね。じゃあ、元値はいくらったら280円ぐらいでしょ？これを280円ぐらいで作れる場所ったら、あそこしかないからね。うん。ほいで、これを買ったわけさ。これこれ。ね。これ。これは別。ね、これとこれは another product. I bought this one and this one and joined this. Okay. Can you hear this? See this? これか。ね。鉄鋼用
ヤスリね。ヤスリってわかるかって。ギコギコギコ Do you understand? I must use this and sharpen the straight こっちがね1000円ぐらい about $9 and this one about早くやめろ。わかりましたよ。This one $2 or $3 totally $10 $2 $12 around and this one and this one薄刃なんだよ、これ。意外と薄刃なわけ。あ、こうやってやるとわかんない。ちょっとこう反ってんでしょ、上。わかんないかね。わかってもわかんなくても、こういう商品だから。だからね、ご近所の薄刃かね、同じに作れないわけよ。ね、企画品を同じに作れないわけ。ね、たまたま私のはベンデル、ね、曲がっちゃってんけど、あなたの買ったのはまっすぐかもしれないし、逆に反ってるかもしれない、ね、日本人はそういう間抜けなことしませんから。だけど I could buy this $25 他のはね、そんでね、また長くなっちゃうよ。今日日付言ったっけ？日付。え？日付。こうか。ね？日付。ん？今、午前8時25分。ね？午前8時25分。This was presented for my sister. She gave to me. This to me.、ね、ありがたいでしょ。あ、日付言ってないね。今日は何月？ 6 月。ね。6月。June the 8th, 2022. 今日は何曜日？ Wednesday morning.8:36 PM 44 second かな。だから by the way, do you know this? ね、森永ミルクキャラメル、ね、こうしよう。森永ミルクキャラメル。森永といえばね、40年ぐらい前、キツネ目。ね。キツネ目。知ってる？知らないよね、若い人は。キツネ目。日本人の目っていうのはね、垂れてんの。俺のもこうやって垂れてんけどね。迫力ないわけよ。ね。だけど、あの人たちはこういう目だから。ね。で、目玉が一色だから。ね。日本人の目見るとね、A 君と B 君と C 君みんな違うから、お顔もみんな違うからね。あの人たちはワンパターン見たらすぐ分かる。意外と薄いんだよ。だからこれでね、キコリをね、キコリキコリキコキコリをやるかなと思うわけよ、ね、すっこんすっこんね。それでね、しまっとこうか ね、いいでしょこれ。とってもいいわけよ。でね、こう見てわかんない。こっちツルツルなわけ。ほとんど音しないでしょ。こっちバリが出てんの。そのね、きっとできないの。あの人たちはバカだから。あね、バカに何言ってもダメだよ。バカだからね。
うすらバカはね、シカトすんから。ねえ、そろそろ終わりにしようかね。ギターでもやっちゃえばね。ギターやっちゃうからね。ね。あ、ほんで、何度も間違えてんだけど、私思いつきでやるから、10分34秒、35秒ね。私何でも思いつきでやるからね。後で聞くとね、間違えてんとかいっぱいあるの。52年前にね、高校の文化祭で初めて見たのがテレキャスター。ね。テレキャスター。テレキャスター。ね、テレキャスター。だけど何度かね、なんていうんだっけ、ここにカチカチってあるやつ。カッカッカッカララッカラッカーン。早くやれよ。なんていうんだっけ、レスポール。レスポール、レスポールってか違う。私が52年前にね、初めて、見たエレキギターはね、テレキャスター。ね、ここの指板がメイプル。ね、ここもメイプル。ね、文化祭。ね、教室の、誰もいない教室のね、机の上にこれがテレキャスターが乗ってたわけ。メイプルの指板で、メイプルのボディで指板がこう湾曲してるわけよ、ね、これ真っ平らだから、真っ平らは手前1回だから、ね、安くなんでしょ。これをこう微妙にね、指ってこうなってんじゃん、こういうふうに押さえんじゃん、こういうふうに押さえんにはここもこうこういう形が必要なわけよ、このシェイプが。ね。ここをこういうふうに微妙にこう指の形みたいにこういうシェイプに作るには手間がかかるわけよ。で、この指板に刺さってるこのなんつうんだか知んねえけど、フレットっていうの？の、これ。これも、真っ平らなわけ。ね。これも一個一個こういうふうに、こういう形にさ、真っ平らじゃなくてこういう形にするってことにはさ、また手間がかかるわけ。ね。枯葉の新山の道をたどって行けば、水の音が涼しそうと背伸びする君。ということで、今日は何やったか忘れちゃった？ M ゾーンで買った、ね、重いんだよ、2キロ。ね、2キロ。私にはね、あ、そうそうそう、これも、ね、私の手見てくれる？こうなってるわけ。こうなってるわけ。Do you understand？ こっちまっすぐでしょ？こっち曲がっちゃってんの。ベンデッド。ね、痛いんだよこれがまた、ね、おかしいでしょこの日本人間の手として。おかしくない？笑っちゃわない？そう、俺笑っちゃうよこれ。なんで曲がってんだろうなって、痛いんだよ本当。ここも曲がってんから痛いの。ここが曲がってんとここも痛くなるわけ。そんなこと聞いても面白くない、うん、あなたのご希望聞いてないから。ね、でもう一回やっちゃうかね。じゃあこのこれをね、もう一遍おさらいしますね。If standing at the gate of the entrance gate of Giza player, I recommend you to buy Telecaster electric guitar. Okay? Electric guitar. Why? ね、フォーギター買っちゃうと弦がね、痛くて痛くて覚え、抑えられないの。抑えられないね。でエレキギターは弦が細いのね、だからすごく抑えやすいの。
やべ、あれ何分、ま、画期的だよ、まだ15分24秒。俺大概6時間になっちゃうからね。誰も聞かない私の6時間。You are standing at the, entrance gate of guitar player. I recommend you to buy telecaster or アーマー勝利。ね。ちびっこくんだからね、私は。勝利。アーマー勝利。So that's because I bought this.テレキャスター。これちっちゃくてね、チャチーにできてんから、格好がね。チャチー、ちっこくんにはね、テレキャスターすごく似合う。でっかいくんにも似合うよ。でっかいくんがこれ見るとかっこいい。すんごいかっこいい。ちっこくんがこれ見るとね、あんまかっこよくないから。かっこいい、かっこ悪い、関係ない。私はこれが好き。ね。で、おさらいしますね。The most important.Thing is this. Okay. わかりました。 Softly touch the surface of the guitar neck of strings.バカでもできんから。今が帽子はもう消えた。Do you understand?Most important thing. Do you understand? And next, second. One pattern of cyclic chord you must learn and practice and get it.One pattern of cyclic chord, several times, several patterns. A pattern, B pattern, C pattern, D pattern, E pattern, F pattern, G pattern. But A pattern, A, B, C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, F pattern.F, G, A, B, C, D, E, F, 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 G, A, B, C,
Do you understand? One. Second. Secret chord. From C.G パターン、A パターン、制覇だよね。これ B フラットだよ。A パターン。ここが A だよ。この3つが A。カッポープラス 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 A。ソーリA パターン and F F パターン私親指が短いからねここがバタバタ言ったってうるさいわけ、ね、ここ2センチだからあなたがここね3センチまあ4センチあったらねこうやって持った時に上はこうやって全部抑えられるわけこういうふうに持った時に上は全部押さえられる。下も全部押さえられる。私の場合、無理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 、okay? 無理でもできますからね、ギターは。OK? One. Second. Secret chord from C. From G. From A.From F. これ苦手なんでこの D マイナーってのできないの。F. From F. ね、こうやった時にここにバタバタいっちゃうわけよ。これがバタバタ。これがこういうふうにできないから。こういうふうにできないから。こういうふうにできないから。OK?F パターン。If you are hand-sided too much, wider and longer, I recommend you to start from secret chord from F or G. G かっこいいからね。This is low chord, G パターン。ハイコード。ソーリなんでしょうか What is the third? Sliding. If you could get one pattern of secret chord from A pattern, from F pattern, from C pattern, from G pattern. G できねえよ。ちっこいんだから手が。ね。手をこういうふうにやるってことは、ここが曲がるじゃんここが曲がるじゃん。ここも曲がるじゃん。痛いだよ。こんなん100万年できねえから。今日はね、大したことない。今日は大したことないけど、ちょっと痛い。痛くない日、ないよ。で、If you could get one pattern of secret chord, after that, sliding. Why? What?Is the meaning of sliding?
Find your voice。 浴衣の君はすれすきのかんざし。A パターン。No, no, no. A パターン。No, A パターン。C パターン。C。A マイナー。F。G7。G7 はここ。制覇して1個。ここ1個が G、G7。ここ押さえんと G7。G、G、G、G7。制覇して1個押さえたら、G7。の形、音は違います。あ、ほんでね、私あの何度も言いますがね、これね、うん、お手手がねこうなっちゃったわけ。変でしょ、変じゃない、これ。前習いしにくいんだよ。うまくできねえな。こうこうこうね、もうここがこっち曲がってんでしょ。この手がこっち曲がってこっち行ってんでしょ。こっち曲がってこっち、こっち曲がってこっち行ってんじゃない。これまっすぐじゃん。まっすぐね、人間まっすぐに生きなきゃダメだよ。これ曲がってんから、こうやってやること自体痛いんだから。普通にやるとこういう形に、もうこういう形にいつもなってんの。こういうふうにね、こういうふうにやりたくなくてもこういうふうになっちゃうわけ。だからこういう形になってるわけ、いつも。何言ってんの？ね。ワン。セカンド。シークリット。This is C パターン。これ、This is G パターン。If you are standing at the entrance gate of guitar player, I recommend you to start from F. Kantan desho? でしょ。スライディングスライディングスライディング。じゃあこのぐらいにしましょうか。 And A パターン、シークリックコードフラム A パターン、カポプラスティアダ、ダレストウィアフスリーフィンガーセット、 A パターン、 F パターン、 C パターン、G パターン、 G パターンはできねえんだよ、指短いから。And if you get one pattern of secret chord after that, you can only to slide slide from here to one octave higher. There is somewhere your voice to singスライディング、What does it mean? Find your voice. E minor. A minor.G B7 浴衣の君はすれすきのかざし。これスライディングできねえよ。これのスライディングできない。ね。
でもこの B7 はここにも B7 ありますから。ん？Eマイナー、Aマイナー、 G、 B7、B7、ローコーズ E マイナー、 A マイナースライディング This is also E マイナー Then This A マイナー、 D マイナーis couple and A minor pattern. What does it mean? C A minor F G7 何やってるか分かんないでしょ。今から説明します。 If you could get one pattern of secret chord from F F secret chord low chord F ハイコードだね、うん、ここのね0フレット F、 ここも F、 ここも F、ここも F。 ラー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 、ミュート。 Do you understand?まあ早くやれよ。 F パターンね、とかね、ね、0フレット、0フレット、F、D マイナー、B フラット、All are F from start F from start C パターン C ポジション couple C C F C パターン F A パターン F one octave higher FDo you understand? Start from F, start from C pattern, start from A pattern, all are F, 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 F. Do you understand? What? Formation. You feelEvery time, zero fret. Zero fret, the meaning of zero fret is couple had already coupled. Couple, 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 couple. Doesn't change the sound. Why?
couple has already coupled. That is the meaning of the offer. After that, you could simply slide has coupled anywhere as you want from the offer to the one fret, one octave higher. Okay?And fifth. 5番目でいいんだっけ？数えてね。順番どうでもいいから。どうでもよくない。First one. Second one. Second. First. Do you understand?セカンド、シクリックコード。A パターン、F パターン、C パターン、G パターン。OK? Third, スライディング。A パターンスライディング、F パターンスライディング、C パターンスライディング、G パターンスライディング。OK? Fourth, フォーメーション。ゼロカーボスライディングエニフォイカーボカーボ and here カーボ and here is always do why カーボド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 スライディング、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 スライディング。カポ、ド、カポ、ド。Do you understand? OK? ド、ド、ド、ド。G7、G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 。G, G, G, G7. Me, G, G. And cyclic chord from F is also C, is also A, finger positioning. And then, capo, do, capo,ド、カポ、ド。What does it mean? Anywhere. カポ had already カポド。After that sliding.Then, this is do. Do, 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 do. Then, do, 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 do. G, G7, G, G. Formation. 何言ったか分かんない。繰り返し繰り返しやってください、これを。バタバタ言うでしょ、上が。指短いから。狭いね。Why I use this? ソクテーフのね、これずーっとずーっとずーっと押さえてんとここがくたびれちゃう、ね、こんな細いんだから私の手、ね、細いんだから細いように曲がってんだからね。曲がってるわけ。これまっすぐでしょ。これはさ、
おかしくない？もうこの時点でおかしくない？ねおかしいと思わない？おかしいと思わなかったらあなた脳みそ足りてないよ。ここなんか肉ないからね。だよ。痛くてもギター弾けます。なんでだかわかる？昔痛くない時弾けたから、ね、昔さ100できたことはあちこち痛くなってもね2か3ぐらいできんから。何言ってるかわかんない。やれわかる。あなたもジジイババアになったらわかるから。まあいいかな。今日は M ゾーン相棒です。オン M ゾーン千吉グラスファイバーオノオノ X アキスアキス700ミリミラ25ダラス and this is シンブレイド。And a little bit. どっちだっけ？あ、こっちだ。Little bit bended. Do you understand? Blade is bended. Can you see this? Bended, bended. ね。あの人たちはね、同じことができない。日本人っていうのはさ、企画ってあるでしょ？企画のね。四角く作ってくださいよこの寸法でっつったらぶどまり 0.0001 ミリぐらいだ。あの人たちのぶどまりは50メートルぐらいだからね。何言ってんのって。じゃあ今日はそういうことで Thank you for watching. Come back again next Sunday. 久しぶりでしょ、ね、42分42秒ね。やがましいでしょ、道路パターだからね。9時10分。ね、9時10分。2022年6月、6月8日、水曜日、午前、9時11分ね。43分。短かったね、意外とね、うん、最初の方手間だったけど、それをさまた編集するのかったりんだよ本当に、ね、どうせ1人か2人しか、あ、そうからね、どなたか1人ね、お一人の方、アンチかもしれませんけどね、高評価ボタンを押してくださってね、どうもありがとうございます。ね、で、そういうことで、今日もね、まだなんか言い足りねえ感じがするけどね。うん。で、これでさ、ね。これでね。これを買ったんじゃないんだよ。これと、これを買って、こうやって刺した。こうやって、ガン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 ってやった。ね。ヤスリ。ね、鉄鋼用ヤスリ。トラスコ。TRUSCO トラスコ鉄鋼用安いサイズ250ミリミラメイドインジャパン。メイドインジャパン。こっちはどこだろうね。こっちは書いてないよ。こっちはよくわかりません。おおメイドインジャパン。メイドインジャパン。つんないかね。ここに書いてあるよ、ちっこくメイドインジャパン。ね、日本人がやるとね、すごいわけよ。なぜだかわかる？縄文文明が一番世界で最初の文明だから。その他はおまけだからね。その他はおまけ。日本に文明が生まれて、ね、で日本人が世界へ。林浩先生聞いてね。詳しいからあの方ね。うん。
でもね、これあのね、たとえここが少し曲がっててもね、これでパコーンってやられたら人間死んじゃうよ。ね、人間死んじゃう。人間ぶっ殺せる道具が2680円だっけ？なんかそんぐらいだから。うまいでしょ？で、ね、ここはなグラスファイバーらしいんだよね。で、ここはなんか鉄なんでしょ？なんかね。で、ここはね、なんかゴムみたいなもんが、緩衝材みたいに入ってんね。うん。だ2キロはね、で、この絵はさ、700ミリ。これはね、この曲がった手じゃね、この見てこれ。鶏ガラだってもうちょっとマシでしょ。これまっすぐに伸ばしてんだよ、これ。これで前ならしたらさ、日本人じゃない先生に怒られちゃうね。普通、手ってこうやってな、こんなに痩せてるわけ。この手で木こりをやりましょうって無理があるよ。ね。でも指、こっちはまっすぐなわけ。だからこっちはまっすぐだから、体重が全部ガーンといくわけ。こっち曲がってんからさ、ガーンってやってもぐにゃんって曲がるからさ。何の話してんの、ね、でも私はこれおすすめしますよ。2600円でさ、2キロだから。ここが、全部で2キロ。だここは 1.5 キロぐらいじゃない。だからさ、ね、この700ミリのさ、70センチの棒の先に牛乳パックがさ、1個半くっついてるわけだから。これ振り回すって大変だよ。うん、ちょっと俺、私にはね、荷がガチすぎてんね。でもシンブレイド。シンブレイド。ブレイド。薄いから。これ、巻き割り用じゃないよね。どう考えてもね。巻き割り用じゃない。もうちょっとこれ薄くさ。ね。これこっちは、スルスルしてるんですよ。バリがね、こう、バリがこっちへこう、こう上がってるわけよ、ここ、こっちが。ね。でもさ、2680円だっけ？ 3000 円しないんだから、これ。ね、これ持って道歩いてたら、通報されるよね。でも毎日嘘言っても通報されないからね。どっかのバカ。じゃあ、そういうことで今日は、ね。これさ、簡易だけどさ、カバーがついてるから。カバーついてたってこれでバッコンってやったら頭割れちゃうよ。カバーついててもね。何の話してんの？森永。ミルクキャラメル。ね。キツネメ。知ってる人はね、60歳以上だね。キツネメ。木工用っていうのもあんだからね。じゃあそういうことで、さよなら。